1967年4月28日から10月27日までカナダモントリオールで開催された国際博覧会である。カナダ建国100周年記念として開催された。テーマは人間とその世界。62カ国が参加し、183日の会期で5031万人が入場した。モントリオール万国博覧会は、 カナダ建国100周年記念として企画された。当時もともと1967年の万国博覧会は、ロシア革命50周年記念行事として、ソビエト連邦をモスクワでの開催が決定していたものが中止の決定を受け、1962年にカナダでの開催が決定した。決定当時、カナダ国内での開催について、 国民の支持はあまり得られていなかったが、モントリオール市長及び、組織委員会スタッフなどが、政治的、物理的ハードルを乗り越え、開催に至った。会期中の1967年7月24日には、万博訪問のために訪れていた、フランスのシャルルド・ゴール大統領が、モントリオール市の群衆を前に、自由ケベック万歳、と発言する事件が起こっている。 これは、カナダとフランスとの間の外交問題になっただけで、なく、ケベック州分離運動の日に油を注ぐ結果とも、なった。1967年10月の万博終了後、人間とその世界と、テーマ設定された会場及びパビリオンの多くは、1968年から1981年まで、柿のみ開業し続けた。 当初の設計では長期間存続させる建築ではなかったため老朽化が進み多くは撤去されることとなった。今日では万博跡地は一部存続させた建物を除き公園及びリクリエーション施設として使用されている。カナダでは現在でもモントリオール万博をカナダ最高の文化イベントの一つだったと考えている人が多い。 1967年万博開催の案は1956年に遡る。当時の保守党上院議員マークドルアンがブリュッセル万博でカナダが建国100年を迎えるので記念として万博開催をするべきではないかと演説したことに始まる。当初開催はトロントに提案されたが当時の政治家が案を拒否。しかし、 モントリオール市長サルトフルニエが同意し、カナダが次回の博覧会国際事務局に万博招致を申し入れることとなった。1960年パリで開催されたビア会議では、モスクワがオーストリアとカナダを破り開催権利を獲得したが、1962年にソビエト連邦が財政面の不安と訪問客による西側文化の持ち込みを懸念し、 開催権利を返上した。新市長、ジャンドラポーは政府に働きかけ最小値を試み、1962年に正式にビアが開催地を変更し、カナダでの開催が決定した。モントリオール万博会場図。セントローレンス川の中須のセントヘレナ島と、その南東の人工島、ノートルダム島が主会場となった。会場内は、 エキスポエクスプレスという鉄道で結ばれた。モントリオールでは、モンロワイアル公園などいくつかの開催地が検討されたが、ドラポー市長の案は、セントローレンス側に新しい人工島を建設し会場とすることだった。周辺の都市からは、土地の高騰などの不安のため反対意見が出された。準備当初は難航し、1963年に、 組織委員会の幹部の多くが辞職。理由として、当時のコンピューターが、イベント準備が間に合わないと予測したこともあるが、4月の、総選挙で自由党のレスター・ピアソンが勝利したことが、挙げられる。カナダ進歩保守党のジョン・ディーフェンベーカー元首相が、万博運営会社の役員を任命していたからで、辞職を強いられたとされる。ディーフェンベーカーが任命していた。 組織委員会会長、ポール・ビアン・ブニューが1963年に辞任した後、後外交官、ピエール・デュピュイが任命された。彼の主要業務は万博に建設する外国のパビリオンを誘致することとなり、1964年と1965年の、ほとんどを125カ国を訪問することに費やした。その際、デュピュイ会長の右腕として、ラツワンを振るったのが、 副会長兼運営会社副社長のロバート・フレッチャー賞であった。彼の下で万博の準備、建設、運営を切り盛りしたのがアンドリュー・ニイワッサー率いるレデューと呼ばれるグループだった。歴史家ピエール・バートンによると万博の成功の鍵は英語を話すコミュニティとフランス語を話すコミュニティの協力だったという。ケベックの感性、英語系の実践力。 1963年に、カナダ国立美術館館長のアランジャービス、小説家のヒューマ・クレナンや、ガブリエル・ロワ、地球物理学者のゾー・ウィルソン、都市計画のクロード・ロビラールなどのカナダの有識者が、モンテベロのシャトー・モンテベロに集まり開催テーマを検討した。採択された、人間とその世界は1939年の、サンテグ・ジュペリの随筆集。 人間の土地にちなんで選ばれた。総合テーマ、人間とその世界に基づき、夏季の17の要素を設定。モントリオール万博のために建設された、住居建築、ハビタット67現在のノートルダム島ブラウン、1963年11月5日、ハット・バートン、P262 ・バートン、P269 ・ロイジー、テーブル・オブ・コンテンツ。 ハットエキスポ67ガイドブック P38 ありがとうございます。